はい、今回は、後編ですね。ここ夏子さんをゲストにお迎えしてママトーク編です。こんにちは、後半です。よろしくお願いします。ピカブー。新しいチャンネルみたいになって。本当ね、幼児番組みたいですね。そうですね、ママトークということで、はい、お子様のご年齢、はい、お伺いしていいですか？はい、今、私、3歳の娘がいます。ハンナと申します。はい、ハンナちゃん、一人目ですね。一人目です。もう、新米ママです。さや姉の方は、長男が小学5年生の男の子。で、2人目は年長さんですね。6歳の女の子の、ママになります。あー、来てくれたー。こちらがご紹介に預かりました、ハンナです。さて皆さんにはーいできたね、はい、ではダディのところ行ってらっしゃい。ありがとう。で見た目でねお気づきになったかと思いますけれども、ということはココシャン、旦那様が日本人じゃないですよね。そうなんです。旦那さんがアメリカ人のダスティンって言うんですけど、ダスちゃん、はい、ダスちゃんって呼んでます。アメリカ人の方と結婚されてロサンゼルスで子育てをされてるってことですよね。そういうことです。そうなんです。なので今回のママトークね、これまでと違った形でいろいろこう聞けると思うので、ぜひ参考になるかなと思うので、楽しんでみてください。では早速ね聞いていこうかと思いますが、妊娠中のエピソードですね。はい、これをやっておけばよかったな、妊娠中にっていうことをぜひこれからママになる人、マタニティを迎える時って。私ダンスめっちゃやってるけど、これからお腹に赤ちゃん来たらどうやって過ごせばいいんやろか、ダンスやってて大丈夫やろかとか、いろんなね不安が襲ってくると思うんですけど、ココさんはどうやって過ごしていたかっていうのをぜひ教えてください。はい、私の時はですね、コロナだったんですよ。なのでこちらもダンススタジオがクローズしてまして、どこにも行かれない、踊れない、仕事ももうみんなないみたいな感じだったので、家で安静にしながらずっと YouTube を見ていました。そっか、コロナ世代だ。コロナベイビーです。ハンナちゃん。はい、ハンナちゃん。で、ママ友もできずに、何しろ人と関われなかったので、引きこもってました。お家に。世界の環境的に大変な時期ではあったと思いますけど、ね、つわりとか体調面とかはどうでしたか？つわりは多分軽い方で。一応吐き気はずっとあったんですけど、まあ、2ヶ月ぐらい過ぎたらだいぶ落ち着いてきて、それでなんか軽い運動とか、まあその時 TikTok みんなやり始めたんですよ。私はその TikTok になる前から一応アプリ入ってたんで、そこでちょっと30秒の動画を撮って遊ぶとか、そういう感じのダンスはしてたんですけど、がっつり踊るということはなく、のんびり過ごしていました。面白マタニティ期を。そうですね。でも勉強しなかったんですよ。赤ちゃんの育て方を全く。育児サイトみたいなとこ全く見ずで、その育児教室とか、生まれた後こうしたらいいとか、ミルクのあげ方とかも全く勉強しなかったんですよ。それがやっとけばよかったなと思ったことです。日本だと母親学級って言って、はい、その妊婦健診のたびにお母さんこれをやりましょう、これを覚えましょう、で旦那さんパートナーとはこういうことを話し合っときましょうって全部こうリストアップされて、で定期的にお勉強会があるんですよ。そうなんですか。いいですね。そうなんです。なのでそこに、まあ、嫌じゃなかったら旦那さんも連れていけば旦那さんも妊婦体験もできるし、おむつ交換の練習もできるし、私は、まあ、1人目の時連れてかなかったけど、2人目の時は、そう旦那さんもそういうのに連れてって、ちょっと産後どうやって過ごしたらいいのかをちょっと体験してもらったりとかってやったんですけど、アメリカの病院に通われてるんだっていうことですよね。そうですね。アメリカの産婦人科の先生のところに通ってなかったですね。そういうこうしたらいいよとかがなくて。多分自分で調べて行ってくださいとか、ビデオを見てくださいとか、多分そういう感じで。で、コロナだったんでやっぱ人が集まれなくて、そういうイベントというかもうなかったんじゃないのかなと。産んだら終わりって思ってたんですよ、妊婦の時に。産むのが、出すのがゴールだって思って生きてたんですよ、その妊婦の期間。なんで出たらまあその時に考えようって思ってたんですよ。それで予習をしなかったんですよだからダメだったなって思います。勉強しとけばね、ミルクなんだなっていうのが分かったんですけども、もうてんてこまい。そうそう、それでアメリカの病院で産んだので産んだ次の日に帰ってきました、自宅に。ああ、そうだ。はい、そうですよね。はい、私、ひなたちゃんっていう子が過去に出てくれたことがあるんですけれども、そこのひなたちゃんも、やっぱりそのエピソードを私初めて聞いて、やっぱり日本だとね、5日間ぐらい、産後1週間ぐらいはまあ入院して、状態がね、戻ってからお家に帰ってくれるっていうのが普通なんですけど、アメリカだともう産んだ次の日に体結構ボロボロだよなっていう状態で出されるっていう。そうなんです。それでした。本当なんですね。それだったんで本当にちょっとしんどかったですね。マジでしんどかったですね、あれは。すごいな。日本がいいなと思います。産むのはね。そうです。ケアがね、やっぱり。産後のケアは結構そのお話を聞くと、産後めちゃくちゃ優しいんで、心身ともに体のこと心のこと、こっちがどんだけ産後ホルモンでボロ泣きしても、すごいわかるわかるっていう感じで聞いてくれるので、助産師さんが。優しいですね。すごいありがたいな。優しいですね。なかったですね。ハードモードですね。ハードモードですね。はい、コングラチュレーションバイですよ。車椅子に乗って病院を運ばれました。運んで車に乗ってお家に帰るっていう。タフですよね。その産んでからがやっぱり子育てスタートって大変じゃないですか。そうなんです。だから。だからその、やっぱりその帰ってきてから新生児育児といいますか、その産みましたじゃあ子育て始まりましたの時に記憶あるか分かりませんけど、旦那様とね協力しながらどのように子育て始まったのかっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか？そうですね、私たちどっちも初心者だ、知識ゼロだったし、そのコロナでおうちの親が来れなかったんですよ、ロサンゼルスに。なのでお友達の私たちのお友達を一応何というかヘルパーというかヘルプとして来てもらって一緒にケアしてもらったんですけど、もうやっぱり私が産後ホルモンでおかしくなっちゃったんで、忘れたいと思ってるんでしょうね、脳みそがあの時のことをっていうぐらい結構なんか今思うとボロボロだったけど、多分その気力と私がやらなきゃいけないっていうなんか責任感で頑張っちゃってたんですけど、頑張らなければよかったなってまた今思ってます。その都度ググったりとかお医者さんに行って聞いたりとか、もう手探りでしたね逆にこう、真面目でこうリサーチしすぎてどれが正解かわからないっていうパターンもね、悩ましいと思うんですけれども、この人のやり方だったら私に合いそうっていう、なんか私はこの人みたいに子育てしたいっていうものを一冊とか一記事こう見つけると、なんかこう刺繍になりますよね。確かにとてもいいアドバイスですね。そうなんですよ、見すぎるとちょっと分かんなくなっちゃうのでそうで、生まれた後に母子教室に通い始めて、でそこで一応ママ友とそのハンナと同い年の赤ちゃんと毎週木曜日こうしたらいいよっていうのをそこの生まれてから勉強しだしました。でもそういう教室はあるんですね。それはもうアメリカに住んでる方、多国籍というか、いろんな人種の方が来る、そうですね、その時はでも白人の方が多かったのかな、なんだろう、友達がその手伝ってくれたローレンちゃんが、お友達が子供がいたのでその子も通ってたよっていうので教えてくれて、そういう教室があるよっていうのをそれで行ってみようと言ったんですけど、今でもそのママ友たちとはこう仲良くというか。教え合って情報共有してやってってます、仲良く。だからそのコミュニティがあったのが良かったな。今でも初めてだとみんな初めてなんで、みんなでわた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 、懐かしいですね、なんかね。大変なんですよ、このちっちゃい時がね、可愛いんですけど、初めてだからママもパパも1年生だから一番バタバタするっていうね。現在のハンナちゃんの成長の悩みっていうか、現在はどんな形で？現在はでもね、楽になってきたというか、とってもスムーズですね、新生児に比べたら。とってもなんて言うんだろう、自立してきたんで、悩みそんなにないかも。なんか多分新生児の時がすごすぎて、今すごいね、みんな3年経ったらこんなに違うんだ。そう、なんかこれから子供産むママなんか、うわ、一生この大変なのが続くんだ、やっべ、子育て無理ゲーって思ってる人は、あれ、3年経ったらこんなに楽になるのかなっていう、うだからん、光は出口は見えてくるってことですね。そうですね。私も新生児の時は、早く4歳とかになってほしいなって毎日祈ってたんですよ。一日が早く終わればいいって、一日が長くて長くて、その新生児の時間って、ずっと家にいるし、ずっとケアしてるし、ずっとなんかそばにいるし、でも、今3歳になって1日が一瞬で過ぎていきます。皆さん、そうです。光がちょこっとずつ見えてきますから、きっと。新生児時期からこの3年間でね、間隔というか時期があったとは思いますけども、この間、ダンス復帰ってうどのん。ようにされていったんですか？そうですね。もう、はなちゃんをデイケアというか、幼稚園、保育園に入ったというか、入れたので、その昼間に時間ができた時は、それこそ日本の皆さんにオンラインで教えてみたりとか、コロナの時はオンラインでやったりとか、うあん、とビデオで振り付け送るとかやったり、でもアメリカだと、ショーの振り付けとか、でもプライベートレッスンとかはちょこちょこ、もう時間を昼の11時から2時までとか、この時間ならできますよって言って、それで大丈夫ですって言ったお客様というか、お仕事の人にやるっていうか、保育園に預け始めれたのは何歳だったんですか？1歳半とかですかね。1歳半、2歳になる前。1歳半ぐらいからお仕事復帰が徐々にできてきたっそていう、またダンスが踊れるようになったよう、っていうことですね。そうですね。じゃはあい。しっかり産休期間というか1年ぐらいはしっかりお休みを取られたんですね。そうですね。もう産んでから1年は働かないっていうか、育児に集中しようって思ってたので、もう、あと体をやっぱりゆっくり治していきたかったんですよ。出うん産すると体も変わるし、この筋肉も緩むというか、いろいろね、開いちゃってるというか、開いた状態なんで、全部一回しっかり、でも急に戻すっていうのも体力とかいろいろあるので、もうゆっくりゆっくり徐々に徐々に戻していきたいなって思ってたので、9ヶ月やっぱかけて妊娠してるので、9ヶ月同じ時間かけて、その産む前の体とか健康だった時に戻していきたいっていうのがあったんです。思いの中で。はい。いいですね。その可愛いう子ん。供ちゃんの成長の時期、やっぱ1ヶ月2ヶ月とかもう半年とかで見た目が変わっちゃうので、もうそ確かの貴に。重な成長の時期も見守りながらはい。一緒に過ごせたってことですね。そうですなね。るほど、ありがとう。なるほいえいど。え、そうなんです。コツコツやっていったからっていうのもあると思うんですけど、でもまたうダンん。スって踊れるんですか？ 踊れ体ま的すに。ね。踊れると思います。でもみんながみんなそうではないかもしれないので、こういうパワフルな、ね、スーパーダンサーを見ても、ひるまないでと。ひるまないで。落ち着いて大丈夫だから。みんなそれぞれの向き合い方とか踊りがあるので大丈夫だよということを言いたいですね。でも意外とね、焦っちゃうとね、なんかすごい活躍してるママとか、ワーキングマザーもいるから、その時の自分の心のバランスに合わせて、やったらいいと思うんですよね。そうなんです。もう自分は自分、人は人でね。でもインスピレーションをもらうことはいいことなので、インスピレーションもらって自分に生かすみたいな、そういう感じでいったらいいかなと思います。だって不安だもんやっね、ぱやっぱり。り子供と一緒にいた方がなんか精神的に落ち着くな、私はっていう人もいれば、うやっぱん。り子供と365日一日中いた方が気が狂うっていう人もいると思うんですよ。産後うつそうにでなるす人ね。がね、やっぱうりん2分のうんうん。1女性でいるっていうのはそういうことうで、ん。やっぱり仕事をして自分の時間をしっかり確保してる方が、う子供ん。と向き合った時に笑顔でいれるっていう、その心のバランスがやっぱ人によってやっはぱい。違うので、そうそなれんはでね、自す。分の心と家族に相談して、バランスとって可愛いこと、自分の子供とダンスに向き合ってもらえたらいいんじゃないかなっていうのはね、もう無理をしないっていう、とにかく すごい。さすがです。さすがです。そうなんです。無理をしない。だから多分私とココさんは子供ちゃんとの時間も結構欲しいなっていうタイプだと思うんですよね。そうですね。で、動けるなっていう時は、私も2、3ヶ月ぐらいはちょっとダンスに集中したいなっていう時ライブとか決まっちゃったりっていう時はじゃあダンスの方結構集中してこの何ヶ月かお母さんそっち仕事頑張りますっていう時はそっちに振ったりするんですけど、まあ、その時々のご自身のペースに合わせてやってってもらったらっていうね。本当にその通りです。さすが。いやでもすごいです。今になってもあんなロサンゼルスのカーニバルとかにねやっぱり作品を出されてるのでかっこいいなと思いますよね。若い子たちがねたくさん来ているし日本でもみんな活躍しているのでそれを応援できるような人になりたいですね。若い子たち頑張れと思ってます。まあ同年代ももちろんそうですけどね同年代のみんなも頑張ってほしいと思ってます。ココさんもねそうやってなんかこう今子育てしてママとしてもお忙しいのにそうやってねいろんな私とか他のダンサーのことまでね思っていただいてるっていうことでダンス愛をすごい感じる方だなと思うんですけれども、最後に子育てもあとダンスも続けていきたいなって考えてる後輩ダンサーちゃんにぜひアドバイスやメッセージあればお願いします。はい、そうですね。私9月に日本に2週間ぐらい行くんですけれども、まあ、もしクラスができたらちょっとみんなと楽しく踊りたいなと思いつつ、ね、子育て中のママもダンサーの皆さんも楽しくないなって思ったりする時もあると思うんですけれども、楽しんで子育てできたらいいですね。あとやっぱり子育てで悩んでもダンスしたりとかやっぱ踊ったらすっきりするので踊っていこうイエーイという感じです。すごい日本に来てくれるんですね。そうですね、里帰りというか、はい、やっぱり日本は大好きなので。ココさんがなんかワークショップするってなったら SNS の方とかでこうシェアしてたりしたいと思うので、もし9月ココさんのレッスン行ってみたいなっていう方は、ココさんの SNS とかも私のこの動画の説明した概要欄に載せておくので、ちょっとココさんの方フォローして飛んで見てみてください。私もまあ、日にちが合えばぜひ受けに行きたいなと思います。またパッションをね感じにみんなでパッションで踊りたいですね。楽しんでねママトークは以上となります。はい、ありがとうございました。皆さんまたね。本当にいろんなねロサンゼルスでこうアメリカと日本の子育ての違いだったりとか、あとはそういう海外アーティストの話もこう前半のダンサールーツではしてくれてるので、ココさんねこうやって今可愛いハンナちゃんと一緒に出てくれましたけれども、実は子供を産む前はですね、ジャネット・ジャクソンだったりマイヤちゃんだったりニッキー・ミナージュだったり数々の海外アーティストの方のお仕事をバックアップダンサー経験してる方なので、ぜひダンサールーツ気になるなっていう方はそちらの動画の方も飛んで見てみてください。あとココさんの方に何かこうコメントを残したいなっていう方はコメント欄も活用してどんどんいろんなこと聞いてみてもらってもいいかなと思います。はい、ではぜひ、楽しかったなっていうことはチャンネル登録ボタンとグッドボタン高評価を押していただけると嬉しいです。ではココさんとの対談以上になります。ココさんご出演ありがとうございました。こちらこそとても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はーい。はなちゃんだった。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。See you.